フランシスコ・ハビエル・カルボケ・サダは、コスタリカ・サンホセ出身のプロサッカー選手。コスタリカ代表。シカゴ・ファイヤー FC 所属。ポジションは、ディフェンダー。2005年から2010年まで、デポルティーボ・サプリサのユースチームでプレー。その後、アメリカに渡り、大学でサッカーを続けた。2011年に、コスタリカに帰国。国内競合クラブの CS エレディアノと、 プロ契約を交わした。2013年1月、デンマークリーグ王者の FC のアシェランに移籍。しかし満足に出場機会を得られず、半年でエレディアーノに復帰。2015年1月、サントスデグアピレス FC にレンタルで加入。2015年5月、かつてユース時代に所属したデポルティーボサプリサに完全移籍。初年度は39試合で5ゴール。 翌シーズンは24試合で9ゴールを挙げた。2016年12月、MLS のミネソタユナイテッド FC に移籍。2019年5月3日、シカゴファイヤー FC と2020年までの契約を結んだ。2011年5月にサンホセで開催されたナイジェリア代表との親善試合に出場し初キャップ。同年、コロンビアで開催された。 f i ファユ -20 ワールドカップに参加した。ありがとうございます。